ございます。おはようございます。おはようございます。本日はディープライナー調校です。やっと本日はジギング対決になってまして、東村先生の講習生先輩後輩対決でございます。向こうの先輩チームはディープライナーの常連チーム、僕らは1年前に東村先生から講習会を受けて、今日やっと1年ぶりだね、東さんともね、みんなで会うのはね。俺初めて才能タイム。あ、そうか、直樹初めてか。はい、じゃあ才能タイムの YOSHIKI の意気込みは、今日はカンパチ、マハタ、7、8キロ釣ります。お願いします。藤原直樹、今日魚を膝に乗せます。浜田はとりあえずヨシトに20キロのカンパチ釣られてるんで、一応ハイノータイムで一番大きい魚を釣ろうと思ってます。10キロオーバー目指して、マハタカンパチの10キロオーバー頑張ります。カンパチ 20.5 キロを目指します。自己ベスト更新。はい、マハタ3匹釣ります。え、欲張りよね。よし、じゃあみんなエイエイオーいっとこう。エイエイオー。よよろしくお願いします。お願いします。おはようございます。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。宮崎さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。宮崎さん、今日お願いします。お願いします。目しか見えてない。広瀬さん、今日の目標あります？ハイノータイムにからしを食わせることです。罰ゲームやん。今日目標あります？かけた魚はすべて取る。オッケー。男おる、男。お願いします。ひろしさん、今日の目標の魚ありますか？今日クーラーに入る魚を。クーラーに入る魚を、確かに。最近入ってないですね。35リッターのクーラーになる魚。手加減してください。お願いします。もう、容器暖気で。今日はボコボコにないとかね。おはようございます。DJ の直樹です。今回の舞台は高知県室戸でディープライナー調校となっております。では、DJ 直樹から今回のお魚ポイントについて説明してもらいましょう。はい、皆さん、ポイントの紹介をしていくよ。カンパチ0から3キロ未満は1点。3から5キロ未満は3点。5から10キロ未満は5点。マハタはサイズを問わず2億点だ。2億点高い。高すぎる。ちゃんと説明して。まあ、ご覧の通りだ。あとは見てくれね。お前いらんやないか。今回は前回のルールと真逆です。エソが特別ルールとして1ポイントに加算されます。エソ1ポイント。はい、ヨシキ君ラッキーですね、今回は。前回大量に釣ってね、マイナス食らったんで、今回でちょっといっぱい釣ってやりたいですけどね。はい、マイナスボーイのヨシキ君、本日はどういう釣りをしていくんでしょうかね、楽しみですね。あとはシイラ、ハマチ、クロたちがマイナス1ポイントということで、なかなかシビアですね、釣れそうですけどね。いや、シイラもハマチもな、クロたちもね、めちゃめちゃ釣れるんで、これでマイナス痛いんじゃないでしょうか。まあ、誰が釣るか、これが勝敗を分けるところでしょうかね。あ、6分割になってますね、紹介が。すごくいいですね、見やすいですね。皆さん名前覚えてくださいね。本日、この釣りで新しく新メンバー加入しました、森くんと翔太郎くん、ありがとうございます。ありがとうございます。森はマネージャーとしてちょこちょこ出てたんですけど、本メンバーとして活躍してもらいたいと思いまして、はい、翔太郎は岡船長として大月支部ですね。大月支部で持ってくれたんですけど、今回から正規メンバーとして、ハイノータイムこれから6人として6人でやっていきますのでお願いします。はい、楽しくなりそうです。先輩チームがこちら、いかついメンバーが揃ってますね。確かにごつい魚釣ってますね。魚えぐいですねこれ、はい、かなり強敵になると思いますが、まあ大丈夫でしょう。どのような戦いになるのか楽しみです。それでは先輩チーム対後輩チームの戦いをご覧ください。どうぞ。始まりました、先輩後輩対決開幕。
東さん今日お願いします。さあ一発目何つけてますか？一発目は安定の5です。 5 50g 5。安定ですね。フレックマスターは何をつけてますか？一発目はスピンドルナロー。スピンドルナロー、本気や。一発目何つけてます？フレック。一発目からフレック。必殺技はね、最初に言ったじゃない。あ、一発目何つけてますか？VB ベーターです。 VB ベーター言ってますか？いいですね。おやさん一発目 FB ですか？ FB です。 FB ですか、やっぱり。マジさん一発目なんですか？ FB。 親子で。マジか。絶対すいません、もう楽しいです。早から釣ったらもっと楽しくなるよ。一日長いんでゆっくり行きましょう。フィッシュ早い。え、フィッシュセーサー出ます。なんかおると思う。います。ファーストヒット。大丈夫だ。ここかん。わからん。そっからおるかどうかが怪しくなってきた。あ、待って、下から。前。あ、すげえ、アジ。はい、広瀬さん。ファーストヒット。ファーストアジ。え、これなんで、東さん、アジなんぼっすか？ゼロ。え、ゼロ？ゼロポイント？ゼロポイント。写真。あ、ヒット。ヒット？お、ラウキー。やった。おるよね。おる。アジかもしれん。ほんまに？アジ。サバ。魚変われ。すごい変われ。ハイノータイムのファーストヒッターやね。俺ハイノータイム撮影始まって以来かもしれない。ファーストヒッター。マジ。見せて。いや、フレックよりで小さいやん。何がええって、やっぱりルアーがいいんですよね。フレックです。フレックが来ました。ごめん、こっちもマジ。あれ、マジで失礼だ。写真泳がせやないよ。 それも落としたらいける。落としたらいける。みんなにバレに来い。みんなにバレに来いよ。そのままビールってシャリシャリ言わん方がいい。今日気づいた。ああよかった。なんかね、すっごいちゃんと釣りしようって感じ。そう、あのカリカリ今日音せんき、ちょっと寂しいなと思えた。さっき森に、え、もうフレック使えるやんとかって言われたけどよ。そんなんいい場合やないよ、釣らない環境。なんか切り札をここで何をとかじゃない。そう、最後にとかじゃないけど、もう最初から全力でやらんといかん。はい、じゃあ皆さんいつものエイエイをください。エイエイ、おお。内閣できてエイエイを心配すぎるわ。おー、来たアジじゃない。アジじゃない。青ですね。エイエイでしょ、この2つやってきた。ねえ、スピンドル使い言うと思うたら。とりあえず1本欲しかった。いや、もう元気ちゃうよ。ごめん、いいや、ねえですね。ごめん、あ、色々ピンなのが。イエーイ。はい、ありがとうございます。綺麗なスピンドルです。歴代前からスピンドル。はい、ありがとうございます。先生さん、3あります。あ、これ3ある？え、やっぱり1歳じゃん。あ、あるわ。やっぱ3あるって。3点。先輩チーム3ポイント。え、3ポイントになるわ。3ポイントだったっけ。ちょっとカメラマン、未だポイント理解してません。来た。さあ。おお、なんかゆるゆるやってるんだよ。50番ありそう。それはないわ。あ、来た。おお、来た。こちらもヒット。ヤスト君、ハサミいる？ハサミ。お、一気に逆転やぞ、この感じは。曲がる。
あ、でくる、はいはい。うわ、やった、ハマチが。何がネイリーソネ。パン屋さんだ、お寺。今日もやりました。元気だね。はい。やってもた。マイナス業です。最悪や。いいの撮ったよ。ちょっと待って、ヨシト怪しいぞ。勘弁して。ネイリだと思ったやん。こっちは何？なんでしょう。あ、見えた。見えた。はい。やばいぞ、その白さ。黄色い。黄色い。やばい。やばい。真っ白けっけの黄色や。はい、ちゃんと取り込みました。マイナス2。マイナス2。はい、マイナスマスターの大寺くんです。マイナス1。ありがとうございます。これをマイナスにした人は誰だ。本日メジロハマチはマイナスなんでね。はい、一何匹おるかのコーナー。そうやね。楽しかった。楽しかった。楽しかった。ちょっと点数的にはね、残念な点数やけども。楽しけりゃいい。楽しけりゃいい。おい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 。そんなんできんし。そんなんできんし。これ狙うとかできんし。そう。広末さん、向こうにおるき。ちょっと捕まっちゃってな。スピンドルで釣りよと言って、スピンドルに変えた。何グラム？200。スピンドルの250かな。おせこいやつがおるぞ。今日いつものハイノータイムファーストヒッターの浜田さん、今日は直樹に取られてますけど、今ちょっとかかってますそれ。なんか臭い。臭い。逆光に映る浜田さんかっこいいですね。雰囲気ありますね。じゃあ帰ろう。音が駅ほら。誰か突っ込んでほしいがいけど。あ、サバ。あ、サバ、ね、これやないよ。サバですね。西側。いいサバですね。カスザメ釣りやりましょう。あ、あったあった。ハガツオ、ハガツオ、巻いて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 、ハガツオ、さっき当たってきよったが、ハガツオ、うわー、めっちゃいい、ハガツオ出たから、やったね、ラウキ、気になるプラスやろ、プラス、ハガツオ、得点は、ハル、ジグは何ですか、コジャント、コジャント、いやー、いいっすね、はい、ありがとう、じゃあ、ハガツオ、2ポイントです、現在、先輩チームのポイント、5ポイント、最後のタイムと7点差、え、ハイノやばいぞ。え、ってことはハイノータイムマイナス2ってこと？そう、ハマチの2つ。お、やった。あ、なんだ、なんだ、取らんでええやつ。わからん、エソかもしれん。エソやったらポイントやろ。え、あら、何これ、何これ、何ポイント、イサギ、イサギ、すげー、これ1ポイントあるぐらいね。これイサギ、これちゃんと口や、1ポイント、イサギ1ポイント、イエーイ、1ポイント、1ポイント、まだマイナスや、まだマイナスや。ちょっと回復してきた、回収。これでもイサギはないろ、なんとかイサギ、違う、ねあのたたま時間言うたら1ポイントやけど、イサキやイサキプラマイゼロ戻ったな、イサキ、ヨシキ失注、何なんよマイナスなん、ヨシキだけで、いやマジで俺ゼロに戻したけど、もうこいこいでつごめん、ヨシトポイント取り戻した瞬間強気になる、いやマジでそれ、いやいや食べてヨシト、イサキやけ、あれイサキやけね、うん、高いけね、え、普通に畑もここはおるが、魚はね、どこにでもおるらしいし、海は繋がっちゃうきね、海は繋がってます、海はもういろんな可能性があるからね、おっしゃー、おはい、一回中、お、なんか来た、釣れてます、え、中、あ、やってやって、じゃあ
今来ました、今キチュー、2人キチュー。え、これでかい、マジか、これカツオじゃない。これはでかそう。いや、僕のハガツオっぽいけど。来た、希望的な。さあ、逆転逆転いけるぞ、俺プラス1になるぞ。これ横に行けよ、横に行けよ。ヨシキが先上がる。ほら見て、横行け、横行け、これ横行け。ちょっと待って、なんでめっちゃ横行きよったのに。群れでしたね。見た、もうなんか嫌なもの見えてたけど。あ、おやったー、仲間やったね。でかい、でもやっぱりでかいね。ヨシキさん、はい、横に走って楽しかったですか。いやいや、もう。森も来てます。おヤバそげなやつ。ハマチ臭い、ハマチ臭い。あ、上がってきた、上がってきた。あーっぽいぞ。ニベじゃないこれ。あ、やったじゃん、ニベじゃん。ニベ？ニベ、ニベ。あ、おー、でかいでかいでかい。お、ニベ、でかー、すごい。皆さん、ニベ何ですか。ニベは 0.5 やね。 0.5 0.5 0.5。 わー、でかい。入りきってない。オッケー。じゃあ、でかいね、でかいね。これ歯すごいね。ね、歯すごい。なんか見て、タコがおるみたいになっちゃう。見て、なんかほら見て。ニベ。あ、ニベタンだ。へえな。釣れる儀式。釣れる儀式やね、それ。ようわかったね。今ので俺は UP って呼んでんねんけど、運ポイント、これをあげたら、俺は全部運でやるよ。ここ勝ったで。なんで。俺がやりよ、釣り方よ。浜田見て、浜田、俺が一番釣っちゃうって顔してるけど、ジグを落とすのがもう遅れちゅう。ここに俺が釣るって書いてる。ヨシキさん、今日のタックル紹介をお願いします。はい、プライム604番に、はい、ブルーヘブンのカーボンリミテッド。え、サイズ50ですか。 L50 ULT の2号、はい、リーダーが C が14、はい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 、12、うん、ジグスパイ5 250ぐらいか。ありがとうございます。はい、藤原さん、本日のタックルをお願いします。はい、サオがポセイドンの4番、はい、リールがトリウムの2000の PG、はい、ラインはね、今日ね、ちょっと細め 1.55、 1.5、うん、リーダーが8、ハンドルもオーシャンマークですね。はい、オーシャンマークです。いいですね。めちゃくちゃ使いやすいね、これ。握り心地、うん、そう、握り心地がむちゃくちゃいい。いいですね。ゆうさん、タックル紹介お願いします。はい、今日は、今日は論理的の3番の論理的の3番論理的の60の3番60の3番です。はい、トリウムの線の、はい、いつものやつです。ナオキとハイギアのやつです。はい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 、ライン 2.5 2.5600 です。 2.5600。 はい、それでは今日タックル教えてください。倫理的の5番。倫理的エシカ。倫理的ね。論理的や。魚をかけない、釣らない。60の5番にジガーの3000、それ3000で、P は2号。マーシーさん、はい、タックル情報をお聞きしていいですか。 2.5 の2.5、はい、でそれを60の4ですか。3ですか。のジガー2000番。シンプルイズベストってやつですね。ひろきさん、タックル情報教えてください。タックル4番に、はい、ブルーヘブンの80。ラインは何個ですか。2.5 2.5 2.5 に14、うん、ありがとうございます。タックル紹介をお願いします。タックル紹介、これ今今日借り中、はい、借り物のロジカルってやつね。借り物のロジカル
60の4番ですね。60の4番に、ジガの2000番のパワーギア、はい、パワーギア P が 2.5。 はい、小林さん、今日のタックルはロジカルの60の5番。60の5番、ジガの2000。ジガの2000、ライン何号ですか？ラインは 2.5。 ありがとうございます。何号でやってます？みんな 2.5。 2.5、でかいが当たるよ。そうなんですよ、ビビって。でもかからん気、ちょっと落としていってみたいな。あれめっちゃぎこちない、ぎこちない。ピースが、あれ、え、おうおう、あっとよ。俺取りる場合やね。そこの方、ハマチかも。あ、ちょっとビビりながらあげる。ハマチっぽいかも。え、お、イサキやん。イサキでした。イサキ1ポイント、イエーイ。俺ごめん、ハマチっぽいって聞こえてない。すごいね、全然ハマチ。何がハマチじゃん。ハマチ原寸大イサキやん。あら、ハマさん来た。ハマさん来た。怪しいね。良さそうやね、それ。いや、ハマチで、多分ハマチやと思うけど。それね、あの、絵がいいよったらね、変わってくる、小さから。ハマチって保険かけすぎやな。そうやね、今日ちょっと弱気やね。あー、そんなの認証後が。もっと、映像的にもっと通勤行ってほしいな。うわー、尻尾黄色い。尻尾黄色いな。イエローテール。尻尾黄色いな。やっちゅう。もう一回ちょっとね、ありがとうございます。このサイズも手書きに行ったね。来た、次に来ました。あー、次よしき。いらんの来ました。また幅毛っぽいのかけてるよ。マイナスランナー。マイナスランナー。違う、エリア、モミヤ、モミヤ、モミヤ。リリーさんもサボもショックやけど、すごいこと起こっちゅう。それアジに来たからない。え、見てください、すげえアジに来ちゅうやん。これサボ折れた、サボ折れた、サボ折れた、あらら、サボ折れた。音みたいな感じてるやろ。お、お、来た来た。はい、回収。出ます、出ます、出ます。なんか軽く上げてこれやせん。めちゃくちゃ軽いね。あ、ネイリアン、ネイリアン抜き上げた、ネイリアった。よっしゃ、1ポイント。このネイリをどんどん釣っていってよ、ポイントを稼いでいこう。リレー長やね、リレー長。なんかうまい、釣れる、釣れる、儀式してる。やばいやつやん、やばいやついますよ。マヒトさん、魚散らされてますよ。もうちょっと距離取りたいから。魚が寄ってきるのがわかる、魚寄ってきるかよ。お、ほらほらほら、寄ってきた、ほら寄ってきた。やっぱり魚寄せたね。そうやろ、魚寄せたね。ネイリやったらいいな。ネイリに期待。ネイリっぽい気がする。どうやろ。出ますね。いいね。これブリやないの。これネイリやろ。これはパンパじゃないわ。パンパじゃろ。そんなに大きくはないけど。落ち着いてファイトしようかね。自分を落ち着けるファイトを。落ち着けてよ。竿先を下げる。竿先を下げる。あ、来た。白い。これカンパチじゃん。お、お、じゃあ。こ
これカンパチやね。でかい。しかもダブル。え？おカンパチ。お前よ。すげえ。待って待って待って。やばいよ。イエーイ。おめでとう。しかもフレックじゃね。ビルか。フレック。フレック。フレック。三五。フレック。ちゃんちゃんとれよ、OKOKOK。 おめでとう。エヴァのサイズだね。うん、ヨシキ君とは違うね。ヨシキ君と全然違います。3と1で4点やね。片方が3キロで片方が 2.5。 おめでとう浜田。やったよ。しとそれ釣れたね。それは釣れるわ。俺が優雅焼き。あら、何何、あ、シーラや。あ、もうシーラかかった。シーラだ。ちょっと誰か釣ってないあれ。シーラ、え、釣れてない。釣れ、釣れて、釣れ、はい、釣れた。シーラ釣れた。一ポイント。新子やね。まだかわいい。かわいい。シーラ。あら、浜田さんまたかかっちゃう。お前いけど、お前いけど。いいね、いいね。皆さん、シーラの信号みたいな何ポイントにしますか？いや、マイナスやマイナスやマイナスやけど。ヨシキ、残念なお知らせ、シーラの信号マイナスです。東さん、マイナスって言う。ほぼ使い前がなかった。あ、すま、すまや。やったー、おいしいやつや。ついてきつい。つまり、はい、これはフロッグ2オン。イエーイ。やったー、やったー。モンズマプラス2って、プラス2。やったー、買いたい。俺シーラーなのに。おかしくないですか。行政さん助けてくださいも。餌をつけるしかない。間違いない。あのネイでもなんだろ、餌食ってきちゃったし。マジに来ちゃった。はい、